さあやってまいりましょう。手持ちのツムをすべてやり終えるまで終われません。続きましては美女と野獣よりガストンね、横ライン上にツムを消して、しかも少しの間ガストンがたくさん降るということは、マイツムチャレンジなんかでも非常にこう役に立つものじゃないですかね。ただ出てくるまでもなく、そもそものガストンの出現率が高いっていうね、今現時点でね。ただちょっと溜まりにくいのかな、なんか結構消したんですけど、若干もしかしたら普通のツムに比べると溜める本数は多いのかもしれない。パッパッチロンチロンチロン、あ、ええ何この色、ガストンめっちゃ出るけど、色が、あれ、しかも、え、あ、ガストン出てる間全然溜まってく、え、ちょっと待って、もう一回、発射、え、この間の時のガストンは、あ、溜まらないんだ、あ、厳しめですね、はぁ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 、かなんか画面がオレンジ色になっている最中のガストンは残念ながらスキルとして溜まってくれないみたいですね。わあ、これ厳しいですね。はあ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 。しかもあれですね、消す範囲もだいぶ狭かったですね。10個くらいしか消してくれなかったですね。まあ、毎つも消すというミッションだったら、すごいこう、まあ、比較的溜めやすいキャラなのかもしれないですけど、こうポイントを稼ぐっていうのにあまり向いてない、なさげですね。うん。こんな感じですね。で、ちなみにちょっと気になってるのが、あれ、ガストンの武器がなんかボンボン、あれ、撃ってるじゃないですか。あれ、何、ショットガンなの？ショットガン、猟銃？何なんでしょうね。とりあえず、その銃の先が、なんかラッパみたいになってるっていうのがすごく気になりますね。ラッパー撃っていけんのか？結局、全然コインも、ポイントもたまらなかったですね。うわ、これスキルたまらないっていうのはきついですね。ストームトルーパーですらね、ああやって出現したやつは全部こうスキルとしてたまっていくんですけど、オレンジで多く出てくる最中に消えないっていうのはなかなか厳しめでしたね。はい、ということでガストンはショットガンもしくは猟銃を放った後に自己主張をしてくる、そんなツムでございました。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。